はい、皆さんこんばんは、今日は7月29日日曜日ボギーチャンネル、はい、早速マットネスさんこんばんは、んこでございます。それからボギー中佐リルリュユキトさん、江戸さんどうもこんばんは、んこでございます。それから南大阪の橋子さん、ホルスタインさんもお見え、あ、小杉さんどうもこんばんは、んこでございます。はい、サメ肌さんもお見えになりました。はい、なんですか、これ面白いですね。お茶に T シャツがくっついてますね。はい、チェリーブラッサムさん、いちごさん、シンマンさん、フォローさん、それからさき店長、西野さん、のんべーさんどうもこんばんは。今日ちょっと遅くなりました。大島さんもお見えですね。あ、それと江戸さんどうもいつもニラ束ありがとうございます。ニラ束ですね。はい、それから秀次郎さん、英吉さんどうもありがとうございます。愛好記念さんからまたニラ束届いております。ありがとうございます、ね、本当に皆さんの、はい、方からニラ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 ということでありがとうございます。面白いですね。いちごさん、この T シャツっていうのは何なんですかね。最近面白いアイテムがいっぱいあって全然追いつきません。あ、佐紀店長も、もずくのようなニラ束ありがとうございます。花麦さんからもニラ茶でございます。ありがとうございます。いや本当に今回の台風、あ、英吉さんどうもありがとうございます。ゆきんさん、シェリーマラさん、いちごさんから連発でニラちゃん、はい、ウッシーの宮城さんどうも今日もご苦労様でございます。昨日も、ありがとうございました。時々ピッピキピーな事情が出て、出られない時がありますので、その時には、ぜひ我こそは放送してみたいという方は、はい、枠の方開けますんで、ぜひ活用していただきたいと思います。もうね、まあ、各々でやるのも面白いんですけど、ここに来れば必ず誰かいますんで、まあ、そこをね、皆さんでどんどんやっぱり活用していただきたいと思います。さて、今回の台風、ああいう動きするの初めてですよね。はい、あ、どうも秀次郎さん、ニラ束ありがとうございます。普通は沖縄本島の近辺通って、それから北いやー皆さん本当に本日3度目の正直でございます。コシさんどうもこんばんは。3度目の正直大丈夫ですか。今度こそは動いてますかね。さっきいい調子で来たんですけど、突然皆さんのコメントが全く見えなくなっちゃって、あ、固まってると思ったらやっぱり固まってましたね。はい、中佐がまた大変なことになると思います。まあ、といったことで、本当にNEC のルーターさん頑張っていただきたいと思います。 HK さんですね、噂によると来週ボルネオから帰ってくるっていうことで、まあ変なお土産持ってこなきゃいいんですけどね、変なお土産ちょっと気をつけないといけないかなと思っておりますが、まあたくましい男になって帰ってくれば私はいいかなと思います。さて、今夜も皆さんにいろんなネタを、来週です。はい、中佐、来週あたり帰ってきていろいろやるんじゃないかと思うんですけど、はい、オルスタインさん、ショーサバさんありがとうございます。さて、今日最初の皆さんにお見せする、画像ですね。やっぱり我が番組はやっぱりこういうのから始まらないと話になりませんね。はい。いつもの光景でございます。はい、もう、はい、ボギーチャンネル、はい、今週の沖縄最高、これがないと始まらないという、いやーすごいですね。車の前に立ちはだかる、平和をこよなく愛する人々ですね。自分たちはもうサングラスにマスク
をしてね、顔を隠して相手をねこうして邪魔をするという、本当にろくでもない。真ん中の方の上の方に監視カメラが映ってますけど、いつかこういったのもね監視カメラの映像を公開してもらうと非常にありがたいと思うんですけど、まあ、自分たちが違法なことをやってて相手にね違法っていうのはちょっとどうかなと私は思っております。さて、今夜はですね、こういった人たちによって非常に迷惑被害を被っている工事業者についてちょこっと皆様にお話をさせていただきたいと思いますけど、よくねこういった連中に取り囲まれたりとかしてるときに、工事業者は外に出てね、なんでぶっ飛ばさないんだとか、引いてしまえとかですよ、大きくクラクション鳴らせっていうのは、そういったコメントをねよく見ます。しかそれは現場を知ってる私からすると、あまりにもちょっとねできない話なんですよ。現場にいなくてですよ、まあ、ネットの中でそういった非常に勇ましいこと言うのは簡単なんですよ。しかし現場にいるとそれができない。なぜかと言いますと、理由があります。はい、今日の私のツイッターからですね。はい、よくねこの活動家たちに取り囲まれたり仕事邪魔されると、威力業務妨害とか被害届出したらどうだっていうお話を受けたまります。全くもって正論でございまして、本来であればそれをやるべきなんですよ。やるべきなんです。ところがですね、そうセイラさんその通り、向こうは歩行者様、こっちは車、まずねちょこっと車を動かしただけでも痛い、引かれたと言って救急車でございます。クラクションも鳴らすとですね、ああ鼓膜が破れた、痛い、診断書、傷害罪となります。そう、ハタポンさん逆利用なんです。彼らの言う非暴力っていうのは相手を挑発し先に手を出させることなんです。ですからこういったね行為もいわゆる彼らなりの非暴力の抗議活動、つまり相手を挑発して先に手を出してきたら儲けもんだっていうことです。それに手を出すとですね、やっぱり大変なことになるんですよね。前も私の友人がクルサリンド山城さんに、車の窓からメガホン突っ込まれて、活動家たちに取り囲まれてボンネットにもねのしかかられて車傷だらけになりました。でこれ私ね事件を聞いてすぐ被害届出しましょうって言ったんですけど、なんとねその当時所属している会社、はい、いわゆる防衛局から仕事をもらってる会社ですね、その会社の自主規制があってですね、お前が他の社員のことを思ってるのなら被害届はどうか諦めてくれと、はい、お前が他の社員のことも思ってるんだったら被害届は出さないでくれと会社のトップに言われまして泣き寝入りをしております。なぜかと言いますと、基地の中でね仕事をいただいている会社っていうのは、こういった抗議活動をやってる方々とトラブルになったり、特に刑事事件、民事訴訟になると問題を起こした会社だっていうふうに発注元、まあ発注元、はっきり言いましょうね、はっきり言います、防衛局です。はい、発注元の防衛局に、いわゆる問題を起こした会社っていうことをチェックされてしまうんですよ。で特にこの防衛局っていうのは、活動家との、トラブルをもう本当に嫌がります、ね、活動家とのトラブルすごい嫌がる。できれば何もしない、触れない、タッチしないで見て見ぬふりをするっていうのが一番いいと思ってるところでございまして、なぜかと言いますと彼らには逮捕権もないですから、ね、逮捕権ないんですよ。本当逮捕権があればどんどんやる可能性はあります。ところが逮捕権もないもんですから何にもできないんです。防衛局はできるだけもうトラブルを抑えるという方向にしか舵を切れない。まあそういった中で、問題を起こすといわゆる発注元に睨まれてしまったら、
次の仕事がもらえなくなるというふうに、まあ、会社側が危惧をし、いわゆる自主規制、軽自動車の64馬力規制と一緒でございます。自主規制によって被害届の提出ができない、つまり現場では何も起きていないというのがね、発注元にとって一番いいことであります。ところが、ね、被害に遭った人たちっていうのは本当にもうそろそろ我慢の限界なんですよね。本当に辛い部分があると思います。そして個人事業者、例えばトラックなどの個人事業者っていうのはもともとすごい熱い熱血感あふれる男たちが多いです、ね、普段の喧嘩だったら絶対に負けない、ね、トラックの運転手さんって本当に熱い男が多いんですよ。侍みたいな、ね、あんなじいさんばあさんなんか本当はもう片腕で、ね、吹っ飛ばすぐらいの力持ってる、そんな方々なんですけど、そういった方々ももし車から降りて彼らに立ち向かい、万が一怪我でもさしたり訴えられるようなことになった、それをねまた新聞が取り上げた時にどうなるかというと、はい、このいわゆる活動家とのねトラブルを極端に恐れる発注元、はい、発注元が仕事をね切られる、発注元に仕事をね切られてしまう。そうするとせっかくもらった仕事、そしたらおまんまの食い上げですよね、はい、そしたら家族もろともねやっぱり路頭に迷う、せっかくいい仕事をもらったのに自らそれをねやっぱり手放してしまうっていうね、そういった脅迫観念が彼らを押さえつけます。だから彼らはですよ、本当にこういった理不尽な活動家の妨害行為をね、車に乗ったまんまただもう警察が来るまでじーっと耐え忍ぶしかないんです。そうです、花麦さん、パヨクはトラックの運転手さんがね生活かかってるから、トラブル起こすとね仕事を失ってしまうの分かってるから、もうやりたい放題。いやもう本当に生田さんこれひどいですよね。まあ役所としてはトラブルはない方がいいと思いますよ。でもそのねしわ寄せがやっぱり現場に来ていると思っていただいて、私はもう全然構わないかなと思います。実際にこれは私の知人でございます。基地に出入りをしていたある方なんですけど、私のこのね書いたことに対してこう返信をしております。おっしゃる通りですね、ゲート前で取り囲まれた時 SNS にアップしたら次やると出入り禁止にするって言われましたと、はい、ゲート前で取り囲まれた時 SNS にアップしたら次やると出入り禁止にするって言われたもんねと、これが現場の声なんですよ。現場の声、ね、この前与田さんが公開した動画では基地従業員がすごい怒ってますよ。あれもしかすると後でね防衛局に呼ばれて怒られた可能性があるんですよね。誰が悪いのかと、やっぱり取り囲む活動が悪いに決まってるのにね、結局はこのように仕事を受けてる、その仕事を失ったら大変だと思ってる人たちが苦しむ結果が今生まれているのが、まあ、現状でございます。本当にこれ本当の話、誰もこの発注元からねいただいた仕事を失いたくないんです。ね、こういった不景気の沖縄でこういった身入りのいい仕事、ね、もらえるなんて本当にありがたいことなんですよ、ね、だから活動家に車の前を塞がれてもね、あと車の窓を叩かれても車に乗られても足止めされるとね、エアコンかけっぱなしですよ、ね、燃料はどんどん減ります。燃料が減ってもねその補填があるとは限らない。
ね、活動家に止められても燃料代は自腹ですよ。はい、それもね、あの手当てされないと私一部の関係者から聞いてます。活動家に止められてね、その間2時間3時間、動けなくて、その間燃料がどんどん減る、それも補填はされないと。それでもね、業者さん、ね、個人事業主、トラックのドライバーさんはもう耐え忍ぶしかないのが現状。本当に耐えてます、みんな。本当はね、思いっきり暴れてやりたいんです。前に一部の方が暴れてね、あの活動家が目の前でノロノロ運転をして妨害するもんだから降りてってドアミラーを叩き割った事件がありましたよね。あの方もしかすると仕事を切られたかもしれません。そう、塩沢さん、犯罪を犯してるのは左翼なのに、しかしそれに対して抗うと仕事を失う可能性がまあ出てくるということです。そうですね、ダンプは V10 気筒だから燃料食うと、燃料代バカにならないと思いますよ。そしてね、警察もやっぱ数限られてるんですよ、沖縄県警ね。各所轄からの派遣をしてますけど、絶対数がやっぱり足りない。本来であれば活動家1人を制圧するために警察官は3名必要です。1人を完全制圧するには3名必要。ところが活動家がね、100名200名いたとしても警察官の総数はだいたい50名ぐらいなんですよ。3名でやっと1人を制圧できるのに、逆の向こうが人数多いんですよ。もうそれもできない。それと彼らのこの妨害行為っていうのは、警察の目の届かない、辺野古の詰め所からかなり離れた場所でやります。まるでゲリラです。共産ゲリラ、武器持ってないだけでね、あちらこちらランダムに現れるんです。それを警察が全て把握するわけにはいかない。トラックの運転手さんから、連絡を受けて警察が向かっても到着するまでに早くても40分から50分、遅い時には、1時間以上かかる時があります。到着しても彼らはすぐにはやっぱりどかない。なんだかんだ難癖つけて手の、ね、だって警察官2人しか来なかったらあいつら20名ぐらいいますから、ゲリラが抑えられるはずがないんですよ。はい、でよくね、警察官は何してるんだ、サボっとんのかっていうお叱りの声をいただきます。違います、警察官頑張ってます、はっきり言ってね。時々逮捕するんですよ、活動家を。目には丸場には逮捕します。ところが逮捕して取り調べをして調書をね、5センチ10センチ書き上げて検察庁に送ると、検察庁では軽微な罪だっていうことで釈放してしまう。処分保留のまま釈放、はい、送検しません、そのまま釈放で、釈放された活動家はまた同じところに戻ってきて同じことをやる、これを繰り返してるんですよね。ですから警察官は本当に逮捕しても立件まで持っていくっていうのは本当に少ない。はい、それともう一つやっぱりね、警察官いろんなプレッシャー受けていますよ。警察官ね、数も少ないしプレッシャーを受けてるし、こんなねプレッシャーを受けてますよ皆さん。このね、この沖さよが掲げてるプラカードです。自分は顔を隠してね、この生贄っていうのは警察官の幹部の名前らしいですね、現場の。はい、生贄やめてと、生贄やめろなんです、不当逮捕と。こうしてね、警察官の個人情報をどん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 小出しにして警察官をね、追い詰めていくんですよ彼らは。で、山城博司言ってましたよね、お前の家も分かるんだ、家族も分かるんだバカ者と、お前の家の間に行って凱旋するぞと言って警察官脅迫しました。彼ら本当に調べてる、どんなして調べてるかっていうと、
ゲートの近くでやっぱり写真撮ったりビデオ撮ったりするんですよ。その時に顔を切り抜いてね、 Google なんかで多分はい検索してるんじゃないですか。時にはね尾行もします。私も尾行されたことあります。沖縄サンゴアートさんも尾行されてますね。サンゴアートさん、こいつら平気で尾行してきますよね。だそんな連中なんですよ。だから警察官も思いっきり動けない。動いてね頑張ってもトップである尾長知事が守ってくれない。だって活動家なんかと裁判になった時に自分たちの親分が活動家仲間に立つんですよ。やってられませんよね。こういった状態では本当に私は警察官不憫すぎると思います。だから皆さんには沖縄県警を批判するんじゃなくて心情をお察し申し上げます。ぜひ頑張ってくださいということでね、励ましてやっていただきたいと思います。さてこれは昨日の辺野古の朝の9時の様子。はい、そうですね、サンゴアートさんすぐ出しますからね。サンゴアートさんは別に発注元にどうのこうのはないので、サンゴアートさんには来ない、私にも来ないですよ。はい、私も平気で出すし、実際に装置したことありますからね、襲われた時に。この人がね何をしてるかというと、ミキサーしたトラックの運転手にねギャー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 話しかけてビラを渡そうとするんですよ。こういったビラ、はい、このビラ何かと言いますと、自分たちがやってることをね正当化するビラなんですよ。ちょっと拡大してみます。運転手の皆さん、何ですか、こう私たちの何て書いてるの、ちょっと字が見えないんですけど、はい、私たちの運動にご協力をと、渋滞を引き起こす運動に協力してくれと、自然環境の破壊と違法工事に断固反対、ノロノロ運転で工事を遅らせましょうと。ほら、威力業務妨害教唆ですこれ、ね、いやーしかしすごいじゃないですか。道を渋滞させてる連中がノロノロ運転で工事を遅らせましょうとね、私たちの抗議活動のせいで渋滞にしてしまって申し訳ありませんなって一言も言わない。逆にノロノロ運転をして工事を遅らせましょうと来る。うん、サンゴアートさんもやっぱり言われたんですか。はい、発注元に言われましたけど、私の行為に文句があるなら行ってこいと言ってますということで、はあ、マットネスさんどうですかこれ、おかしいでしょこれね。はい、宮城さん書いてます、警察蹴ったら公務執行妨害逮捕だ、捕まった容疑者私はやっていない、後ろから蹴った犯人不当逮捕だ、カメラ撮影係警察の横暴だ、証拠はたっぷりあるぞ、そして警察を脅迫。いやー本当にひどい状況ですよね。はい、主な違法工事クエスチョン、防衛局は埋め立て承認を得たからといっても安全な工事、環境保全のためさまざまな規制があり、県イコール知事の承認が必要ということで、もう本当に言いがかりばっかりですよこの人たち。自分たちがね赤土をねむき出しにして、赤土でねが溶けた赤い水を海に垂れ流してることは一言も言及しない。もう防衛局のね揚げ足取りばっかりですよ。だから防衛局も本当にある意味大変だと思いますよ。はい、まあそんな中で、まあ、この彼らを一番勢いづけたのはこの方ですよね、尾長知事。尾長知事承認撤回を表明っていうことで、もうこんなねもうなんかこれ見ると横断が出てるような顔色なんですけど、承認撤回表明っていうことで大丈夫ですかこの尾長知事。こうしてね国に対してとことんやっぱり抗う、反抗する、ね、
国は今まで前回の裁判での遅延損害金請求してなかった、もう容赦しないと思います。すぐ遅延損害金の請求した方が私はいいと思う。だって尾長知事は国に対して何一つ配慮をしていない、配慮してないどころかね、皆さんこれどう思いますか。膵臓がんの療養で、長距離移動を伴う出張を控えていた尾長知事、2019年度沖縄関係予算の概算要求に向け自ら東京に赴くと、国の言うことは聞かない、反対反対と言ってね、極左暴力集団を大喜びさせる。で、辺野古普天間の移設工事をとことん遅らせておきながら、お金はちょうだいねと。これを見て皆さんどう思いますか。国の言うことは聞かない、しかし金はくれと。国の言うことは何一つ聞かない、しかし金はくれと。もう最悪ですね。もう沖縄県政上最悪の知事だというふうに私は思ってますよ。はい、尾長知事は常々ね、言ってますよ。基地はね、沖縄経済の最大の阻害要因だなんて言ってる。まあこうやってね、理不尽なことをやってる尾長知事を応援するのがこういった人たち。もうね、大丈夫ですかこの連中。スイカをね掲げて海パーンですよ。醜い。平日から仕事もしないで集まってスイカ食べて会見あげて、何なんですかこの人たち。お前ら仕事しろよですよ。仕事もしないでね、平日からこう違法テントに集まって会見あげるような連中とグルになって、いや本当にみっともない。こういった人たちが税金を食い物にしてきた人たちなんですよ。だから国の言うことを聞かないんだったら金も要求するなというふうに私は言いたいと思っております。そしてね、この尾長知事は、何かと基地はね沖縄の経済のためにならないとブツ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 言っております。しかしこれ沖縄タイムズさんの資料、はい、これね増収率上位10社とあります。増収率、つまりね、この増収が急激に伸びた会社はどこですかということなんですけど、そのトップに来た会社が増収率 57.9%、 前年比、はい、前年比 157.9% ですよ。 1.6 倍近くに売上が伸びた会社がある。実はこの会社は何かと言いますと、米軍基地内のエアコン取り付け業者なんですよ。はい、米軍基地内のエアコン取り付け業者ね。結局米軍相手、基地相手の商売をしている会社が、このね、増収率ナンバーワンに躍り出たわけです。そう、サンゴハートさん、その通り。アメリカ軍内のね下請けをしているエアコン取り付けの会社、アメリカンエンジニアリング。そうですよ、カータンさん、国に歯向かうんだったら一括交付金いりませんぐらい、いやいいのに。前もあったじゃないですか、マイス施設作るからお金ちょうだいねと。はい、宮城さん、その通りですよね。つまりこれを見ても、米軍基地が沖縄経済の最大の阻害要因とは言えないわけです。それに米軍人にね貸してる不動産っていうのも結構な金額になりますよ。だってそのほとんど防衛局は負担してるわけですから、家賃、それから光熱費、光熱費だと水道代、はい、あとガス代とか、そういったのもね国が負担してる。これバカにならない金額ですよ。民間だったらね、沖縄で家賃30万なんて払う人なんかいないです。借りてもいないです。ところがそんなところにアメリカ人が住んでる。なぜかそのね9割ぐらいを防衛局が払ってくれるから、家賃30万のところでも3万ぐらいで住めるんです。
大きな庭付きのお家とかプール付きのお家がね、はい、こういうの見ただけでもやはりね、あの基地は沖縄経済の最大の阻害要因とは私は言えないと思ってます。はい、一番の阻害要因は平日から仕事もせず違法テントに集まり、ね、道路渋滞をね引き起こし、渋滞によるね経済的損失を生み出し、沖縄観光をね、どん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 衰退させている沖縄サルクじゃないかというふうに私思っているんですよね。まあ、ということで、今日は、ちょっと固い話だったので皆さんに固くない画像をお見せします。トン、どうですか皆さん、プルプルしてた固い気持ちがスーッと溶けたんじゃないですかね。はい、トリフです、トリフ、はい、黒いトリフでピクピク動くトリフでございます。いやー本当に困ったものでございますね。ベルさんありがとうございます。このトリフが変身します。はい、皆さん心の準備はよろしいですか。トリフが変身します。トン、もう意味が分かりない、意味が分かんないです。はい、ということで、まあ苦手な人には思いっきり苦手な絵だったと思いますけど、私にとっては本当に可愛くて可愛くてしょうがない、毛深い人でございます。今日もね、非常に分かりやすいように例えば学生さんでも見て分かるようにね、まあ、説明をさせていただきましたけど、まあ、このような形で、沖縄の平和運動っていうのはいろんな人たちに迷惑をかけまくっている、そして、泣き寝入りをねせざるを得ない人たちがいっぱいいる、なぜなら、生きていくために仕事をもらわないといけないからと、まあ、そういった中でね、政治家にできることってたくさんあると思うんですよ。今日見てるね政治家の方々の中でこのままでやっぱりいけないと思ってる人がいたら、ぜひやはり行動に移していただきたい、ね、それと沖縄県警もう疲労はねピークに達してます。沖縄140万県民、それに対して観光客は900万人、しかし警察官の数はね140万県民に対した分しかいない。こんなことじゃね沖縄の治安は守れません。入域観光客数にね比例した数のやっぱり警察官を配備をし、ローテーションで警察官のね士気を養いながら、細やかなところまでやはり治安維持に資するようなそういったシステムをぜひ今後作っていただきたい。それと皆さんにお願いです。警察官は何もしてないとかね、警察は反対派とグルだとかそういったことはもうぜひ控えていただきたい。彼らは彼らなりに一生懸命やってます、ね、もうこれはっていう時には捕まえたりもします。そしてね一晩かかって一生懸命調書を作って、5センチ10センチの調書を作って那覇地検に送ります。しかし地検の方では軽微な違反だっていうことで翌日には釈放してしまうとか、そういったことがもうずっと続いてます。現場の人たちやってられない、ね、それに反対派に対してちょっとでも変な対応を取ればそれこそ人権派弁護士が出てきて訴えられる、訴えられたら最後、ね、県警のトップである尾長知事は部下を守りません。警察が、ね、排除すればそのまんま上告しないで控訴しないで確定をさせてしまう。そんな中で警察官の士気が上がるわけでも上がるわけは絶対ないし、警察官もね自分のやっぱ家族がいます、恋人がいます、それを守るためには、ね、ある程度心にブレーキがかかることも考えられます。そういった方々を励ますのではなく後ろから刺すようなことはねぜひ私たちは慎まないといけないと思ってます。ぜひ皆さん警察官に対しては辛いこともあると思うけどぜひ頑張ってくださいということで応援をしていただきたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル、これで終了させていただきます。22時からは、いつものシェリーさんの、はい、拉致被害者全員奪還キャスがございます。
あの中3またリンクの方ちょっとね載っけていただきたいと思いますけど、あのぜひその方も合わせて、ご視聴の方をいただきたいと思います。ということで、今夜のボギーチャンネル今夜で終了させていただきます。皆様最後まで誠にありがとうございました。